高知県の四万十川で赤目を狙いましょう。赤目は30キログラム以上にも育つ我が国最大の淡水魚です。赤目が幻の魚と呼ばれている理由は、四万十川のある高知県と宮崎県にしか生息していないからです。赤目狙いのタックルについて説明します。ロッドは10フィート、リールは4000番、ラインは20ポンドテスト、ショックリーダーは50ポンドテストを使用します。いらっしゃいませ。赤目釣りは初めてのようですね。赤目はそう簡単に釣れる魚ではありません。河口には私の孫も赤目釣りに出かけております。孫は赤目釣りでは大人顔負けの腕を持っておりますので、わからないことがあれば聞いてみてください。少し言葉遣いは悪いですが、根は優しい子ですから、いろいろと教えてくれます。前に釣ったやつに比べたら、ガキの赤目さ、どうってことないよ。あんた、赤目釣りは初めてみたいだけど、赤目はそう簡単に釣れる魚じゃないんだぜ。一日中やってて坊主ってこともあるぐらいなんだ。物好きなんだね。しょうがないな。あそこはもう試してみたかい？あの辺りは駆け上がりになっているから、赤目がいることが多いんだぜ。ああ、こんなに親切に教えてあげるなんて、俺ってお人よしだな。
Thank you.
Go, go, go.